こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか台風があれ狂っとりますな。あれ狂ってるわけじゃないか。そうなんですよ。ちょうどね、今週か、えっ、ー、と、26日 8月最終週ですかね,ね、うん、8月最終週でね、なんかその結構い勢いがある台風が来てるっていうので、うん、今週、旅行に行く予定を立てたんですよ。あそうなんですか。旅行といっても、滋賀の方に行く感じなんで、全然近いんですけども、ただ近い分、その関西圏なんで、ん関西上陸するみたいな感じのルートだったじゃないですか、うん、最初の予想は。測が最初関西直撃みたいなね、うん。で、なんかその数年前の,あの、なんかね、大阪の空港とかが水浸しになったりとか、<ー>なんか船が。 ね、橋にぶつかっちゃってとかみたいなすごいのがあったじゃないですか。あ,れのありましたね。はいはいはい、あれとなんか規模とルートが似ているみたいな報道とかがあったから、はい、これはちょっとさすがに無理かなと思って、うんうん、で、ホテルもなんか、もうなんかキャンセル料が発生するみたいなそういうタイミングだったんですけども、うんうん、妻に電話してもらったら、もうなんか、まあ、その天候の悪天候のあれなので、キャンセル料は大丈夫ですみたいな感じで、良心的な対応をしてくださって、うん、すごいもう一日ちょっと見ますって。 っって言ったんですけども結局予測進路はさほど変わってなかったんで申し訳ないけどキャンセルしますって言ってキャンセルして、うんうん、で今日、今朝ニュース見たらなんかだいぶ九州の方にこうにぐいっと曲がってちゃって予測進路がねそれはそれで別にその油断はできないんですけども、ね、なんかだいぶ変わる <laughs> <laughs> しかもなんかすごいゆっくりなんですよね進むのはね,ね急にゆっくりになって。そうだから 結局、ね、なんか、ね、関西圏とかでも週末ぐらいに上陸みたいな感じだと、これ、下手したら別に普通に行けたんじゃないかなみたいなの <laughs> 思い出しちゃって。もともとは何,何曜日に行くはずかと、ね。おカースイで行こうと思ったんです。はい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 。いや行け,る行けるんじゃないですか、これ。なんか行けたかなぁ。まあ、うもうなんか、うん、まあ、いろいろ、いろいろキャンセルしちゃったんで、もうちょっと。 もういいか、かかちょっとまた日を改めようかっていうモードになっちゃってるんですけどもなんか、あのうちの妻も、えー、義理の妹、私から見て義理の妹が今、ちょうどその実家に帰省してると、えー、兵庫県の帰省してて、家族ですごいよかったら有馬温泉行かないかってお誘いがあって、うん、えまあ私とかね、あの子供たちは学校があるんで行けないんですけど、妻とあと大学生の長男は行ってこようかなって言ってて。うん 水曜日でも台風直撃やんとかって言ってたら、まあでもい、もうね、撮ってるし行くかって言ってたら、その、伸び、伸びたというかね、こう、関西来の遅れたんで、うん、お、なんか、もしかしたら雨じゃないかもどうみたいな感じになってる。なうですよ。いやもうこれはまあ、今の感じだと、 京都サフはさほどでもなさそうですね、今分か,、ね、かんないですね、でも台風はね、ほんとこう、なんかこう、ノロノロってしたかと思うと、急に早くなったり、うんね、上陸すると早かったりしますしね。分か,かんないですね。風の影響とか、結構ね、怖いですよね。うん、前の台風もね、5所の木がた、すごい大きな木が倒れたりとかしてたので、うんうん、油断はできない。 いやさこんだけさ、なんか,なんか AI 生成 AI だとか AI が盛り上がってるのにさ、こう台風の進路一つまだまともにちゃんと予測できないっていうのはなかなか、ねね、こんなに違うんだうと思う <laughs> こんなにあの、天気、ほら、雨雲レーダーでだいぶ読めるというか、あと、ね、30分後に雨降りますってったら、本当に降ってくるから、お、便利な。 ねこれ,バれねね、バックトゥーザフューチャーパート2で見たぞ、みたいな世界あ。あった、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 あった。ャーって見るのね。うん、でもなんか、台風はねな、なかなか難しいんでしょうね。ね。条件,がね条件がいろいろ違うの地震と台風はね、うん、まだまだ。 研究されてでまあでも残念でしたけどまたちょっと品をね改めてまあね旅行を、ね、安全側に振ったということでそういう判断もまあありそうそう,そうかな中山さんのところまだお子さんもね小さいしね安全あん安全 目にってくのいいいんじゃなですかね自分一人とかだったらね独身とかでねだったらまあいっちゃえみたいな感じはあるけどねむしろんか台風イエーみたいなさちょっともが若くはないけどでも20代とか30代前半とかだったらまあそのテンションはわからんからんでもない盛り上がってきたみたいなさよっしゃみたいなよっしゃみたいなある気はするわかるわかるね いやいやいや、まずそんなことがね、台風はちょっと皆さん、あの、予定変わった方も他にもいるかもしれませんけども、はい、お気をつけくださいということで。中山さん、この間、あの、僕、お土産をね、鹿児島のお土産を私に、朝、お会いしましたけど、美味、ね、しくいただいてますよ。あ、本当ですかはい。中山さん、めちゃめちゃ痩せてませんなんか僕、びっくりしたんだけど。そうですかだって、この間あったでしょ餃子食べたとき。 餃子食べた時あったけど、まあちょっと夜、夜目だったっていうのと、あとその、改めて、なんていうのかな、こう、遠巻きに、長山さんが遠くに、遠くにっていうかちょっと先にいて、その、全身を眺めた時に、うん、なんかすげえ痩せてんなと思って、こう、<laughs> いや、なんていうのかな、うん、もうびっくりしましたよ。痩せてると思って。 その時も思ったけど餃子の時も思ったけどもっと思いましたねあもっと思った明るいとこで見たからみたいな感じですかね明るいとこで見たのだからかもしれないですねうんまあすごい痩せてるなと思って捨てる T シャツもなんか確かにちょっとおっきなやつだったかあちょっと大きめのサイズだったもあるからねただ確かになんかね軒並み買ったズボンとか服が緩くなっててほらうんすごい すごいっすね何。何キロ落ちました結局5月ゴールデンウィーク明けから始めて、丸3ヶ月以上経ってるわけですよね。うん、そうですね。3ヶ月ちょい。3ヶ月ぐらいか。それで僕はまあ大体 10,、うん、10キロちょいぐらいですね。10キロかな。おお<ー>、うん。なんか最近体重の変動が激しくて、朝走る前と走った後で1.5キロぐらい変わるんですよね。 水分だと思うんですけども1.5キロとか下手すると2キロとか変わったりするから一瞬<っ>めっちゃ痩せんなと思うけど<っ>まあ次の日になると戻ってるみたいな感じでこんな変動するんだと思ってちょっとびっくりすることもあるんですがでも平均しても、まあ、10キロぐらい減ってる具体的に言うと72から62ぐらいになってますねだって長山さんも僕よりも軽いからね <laughs> あっ<本> <laughs> <laughs> 僕よりも軽いですよ 僕は、あのー、68、九ぐらいから、えー、今、63ぐらいか。63台かな。うんうん、62、あのあ、汗かく、汗かくって、汗かいて運動すると62キロ台になり大,大体同じじゃないですかね、そうすると。うん、いやいや、そんなことない。あ、その、今の体重自体は同じかもしれないけど、うん、落ち幅という意味では、全然、この、 今の僕、体重になってから結構長いです。もう1ヶ月半ぐらい経ってるから。ああ、今、低体キープしてる感じですね。キープしてる感じですね。うん。あの、食べたチャンネルにほら投稿してるけど、最近、やっぱ緩くなってるから、そうね、僕もね、その、うっすらクリスさんは、なんかもう、あの、減量自体はもう、一旦、やめたのかな、みたいな。いや、そういう、意気憤を感じたので、 あの、そう。口がやっぱり、振り返ってみなそうら、ね、うみたいなねかご。鹿児島でさえはちょっとうまいもの食べすぎちゃって、<laughs> うんうん、口がうまいものになっちゃったんですよね。<laughs> <laughs> で、ぜい覚えちゃったんだ。ぜい覚えちゃった。で、量いかなきゃいいだろうっていう理論で。ああ、なるほど。なるほど。確かに、ね。だから、あの、ほら、食べたチャンネルに書いてるのは本、例えば鶏の唐揚げとかしか書かないじゃないですか。でもどんだけ食べたかの量はあんま書いてないです。別か,に書かない、ね、別にね。うん。ね、だからその一口とかさ、その本当に、 えー、例えば魚だったら半身にするとか、えーまあ、揚げ物も食べるけど1個にするとか1.5個とか残りは子供に食べてもらってみたいな感じにちょっと調整をしてだから体重は増えるまあ、いかないけどどうかなでも油を取ってるからなと思ってちょっと今度また献血に行って来ようと思うんですけどうん、うん、またそのねあのど,うどういう感じになってるかなというのは気になりますけどねなるほどね、うん、確か油はね 結構油断すると油はすぐ脂質高くなっちゃいますね。そうなんですよ。うん、また油、油うまいんだよね。うまいね。うまい、うまいですよ。うん。美味しいよね。えー、この間キマグ、気まぐれ、まぐれ FM かな聞まぐれら m か<の>、はい、ファミチキンが喉にいいっていう話をされてて。<laughs> はいはいはい、うん。アナウンサーとか声優さんとかがおすすめしてるっていうのを。そう,そう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 。なんか言っ 聞いて、うん、へえと思って今度出力の前に食べようかなと思って、うん、でもちょっと脂っこそうだからどのくらいそのシステムかなと思ったらもうとても食べれるもんじゃないなみたいな感じになって <laughs> 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 即即却下でしたけどいや僕はあのー、ボーカルの先生もそれ言ってたんですよ前おおファミチキがいいステージに立つ前に食べ,<ー>まあ食べ全部じゃないけど半分ぐらい食べて置いといて。 そのステージ後に冷え切ったファミチキ食べなきゃいけないんですよとかって言って,ってででこの間あの久しぶりにバンドの練習があってえ3時間ぐらい歌わなきゃいけなかったんですよねそのスタジオに入ってで昼間は日中はその子供の野球でヘトヘトになってたからちょっと元気出そうと思ってファミチキだと思ってファミチキを食べて元気と喉の潤いをゲットしようと思って買いに行ったらそのファミリーマートがさあの 人気商品1.4倍キャンペーンやってて <laughs> ファミチキがさすげえでかかったんだよねもうそれしかなかったそのお店にはいやでかいでかいけどなあと思ってでかいでもう、まあ、行くかーっつって行っちゃいましたけど行っちゃいましたね <laughs> 行っちゃいましたけど永 <laughs> 山さんの今の話を聞いてあれは相当油があったんだなって思いましたえちょ具体的な数字、うん ファミチキの商品情報ページに、えー、載ってるのかな載ってない、えー、ファミチキのカロリー、まあ、多分ぶんいろいろね、個体差はあると思いますが、うんえー、まず、ファミチキ、骨なしファミチキがカロリーが251キロカロリーで、でもタンパク質が12.7グラム取れますね、うん。これ優秀なんですか ?12.7 グラムと。12.7 12.、ね、細いサラダチキンバーでだいたい12グラムとか、かあれと同じぐらいは取れる。 ただ脂質も1 5ム、炭水化物も1 4ム、<laughs> そして食塩相当量が1 3グラムという。これはなかなか。されたチキンだと脂質はもうこれでなんか0.1とか、うん、あっても1グラムとかになる感じですね。はいはいはい、で、これの1.4倍だったわけですから、20そう,そう <laughs> 20グラムぐらい食べてるのかな脂質。そうですね。いや、でもこの間さ、 何気に菓子パンをパッて見たんですけど、うん、あのなんていうのこうコッペパンにチョコクリームが入ってるやつの脂質2 2ムとか書いてあって<ー>もうこんなんを昔でパカパカ食べてたんかと思ったらもう恐ろしくなりましたよねそうですね菓子パンもやばいねあれは相当入ってますね油がねうん、うん、いやまあねでもでも油がうまいんですよねうまいね、うん、<laughs> でなんか食べたチャンネルそのディスコード我々のサンウィヘムディスコードサーバーで食べたチャンネルでノンさんって 方もうん、うん、あの定期的に食べたメニューを投稿してるんですけども、のんさんも10キロ減量して、ね。で、ノさんはブラジリアン柔術を趣味、趣味というにはめちゃめちゃ練習されてますけども、うん、階級一つ落としたことに、落としたというのをこの間ね、ねおっしゃっててね。10キロ落として階級一つ落とした、すごいですね。すごいね。<laughs> すげえ、めちゃめちゃストイックだと思って。うん,うん。いや、すごい、すごいなと思いました。 いやだってこれ鍛えながらだもんね。運動をしながら、そう鍛えながらでしょう。うん、いや、すごいよな難しいんですよね、やっぱりね、この、やっぱパワー出さなきゃいけないけど、減量もしたいっていうのが、結構バランスが難しいなっていうのはあって、なんか僕もなんかウェイトリフティングを少し始めて、重いものを持ち上げる運動を週に3回ぐらいしてるんですけど、うんうん、やっぱり、ね、筋肉つけるためにやっぱり体重を増やさないダメなんですよね<ー>で。基本的にその減量と 筋肉を増やすのは、まあ、矛盾する行為になるので、まあ、あのボディービルダーみたいなこう体作ってる人たちは、まあ、増やすときと減らすときっていうのがこう、交互にやって、ほうほうまずボーンと増やして、そして体を絞っていって、見た目を整えていくみたいなことを繰り返すらしいんですよ。うん、うん、うん。うんなんで、これちょっと、順番逆だったな、みたいな。<laughs> <laughs> 今、だいぶ減らしちゃったよなと思って。うん 体重あるときにもうちょっとこう筋肉にするっていう手もあったのかっていうの今ちょっと思ってますけど,ど、ね、あまあまあでもはいでも長山さんなんかずっとこう体重が減っててだからそのやめ時が分かんないってどこに書いてますんでしょうかえいろんなところに書いてるやめ時が全然分かんなくてもうカロリー計算をしてるんで多分今の通りやっていくと来月には何キロになるとかって大体予測をつくしそれでずっとやってきてるから多分そうなるんですけどうんうん これ以上減らすとちょっとやっぱりあんまり健康じゃない体重にそろそろ突入するみたいな感じになってくるので。ああ、逆にね。うん、そうそうそう。それがどうかなと思っているのと、あと若干なんかリバウンド怖い心理っていうのがやっぱりあって。ほうほうほう。 サメチキ1.4倍が主食になっちゃうんじゃないかなみたいな、一度高が外れるともう、うん。でも逆に、逆に考えると <laughs>、うんがん、頑張って、自分の意思で頑張ってそこまで落とせるっていう実績があるわけじゃないですか。うん、だか今度は逆に増や、増やす方向に行きましょうか、一緒に。<laughs> クリスチャン・クリスチャン・ベールみたいにさ、あの <laughs> <laughs> いや、痩せと、痩せとをさ、こう、うん、交互に、もう意図してやりましょうよ、その。 役作,作り風に。薬作り風になんかその意図しないとリバウンドって思いますけど <laughs> いやこれは増やすぞって思って食べるんだったらそれはもうリバウンドじゃないわけじゃないですかああま,あ、ね、まあでもさっきのだからその、ね、あの筋肉つけるのに増量するっていうのは意図して増やしてるっていうのはまああるんでそういう方向も確かにあるんでしょうけどね。ね意図、まあその意図,意図するっていうのはやっぱ大事意図せず増えたりとかすると意図せず痩せるとちょっと良くないけどもう増やすぞとかさ減らすぞって思って。 増えたり減ったりするのはあんまいいんじゃないですかそう。でも、その中、いや、いや俺、今増やしてんだよっていうのを縦に、うん、ひどいことになりそうな気持ちすよ。しますよね、ひどいことしていいんですよ、その,その時期は。<laughs> そう。逆にこれね、ほら、リバウンドにビクビクしながら食べるよりかも絶対美味しいと思うけどな。うん、まあ僕はちょっともうちょっと、僕はもうちょっとその、いや、 僕はひどいもんですね、今ね、食べたチャンネル見返してるけどさ、その週末にさ、あの野球見に行った野球場で、なんか金箔くって、モスのチーズバーガー食って、モスチキン食って、モスチキンだから絶対いらないからね、<laughs> これね。いややっちゃってんなと思って、そして夜は551の豚まん食ってるから、<ー>もうだめですよね。もうタガが外れてるし。ね。ね そんなのだって1ヶ月ぐらいまでは絶対食べなかったのをね、食べてるわけですからね。うん。うん、まあ、難しいですね。ちょっとね、今の今後の身の振り方をちょっと今考えてますね。ま、でもこうやって振り返ることができる、まあ、いわゆるレコーディングダイエットってよく言いますけど、うんうん、ちょっと、あれとは趣旨が違うかもしれませんが、食べたチャンネルがあることでこう、さっと見て、あ、なんか最近なんか食ってんなとかさ。そうね。<と>そうですね。ね、あ、この日はちょっと我慢したなとか、わかるからね。 それはいい,、うん、いいですね。なんかこのね、運用的には。面白いですね。だから、疲労もしっていくっていうのは、なかなか面白い、うん、いやー、そうですね。でも、10キロ落とすの、長山さん的にはもう決めてやるだけだから、そ,そんなに苦はなかったですか最初だけですかね。最初だけ。うん、<ー>で、たまになんかラーメン食べたいなとか、うんうん、肉食べたいな。お肉でも肉はなんか別にうまく調理すれば、それなりに食べれるし、うん うん、甘いものはね最近は和菓子を積極的に取るようにしてまあ糖質はめちゃめちゃあるんですけど脂質が本当に少ないんで和菓子はいいなっていうので甘いもの食べたい時は和菓子食べるようにしててラーメンとかは自分で作ります、うん、ああ<ー>、ね、ラーメンラーメンもこの間ね会社行った時食っちゃったんだよな <laughs> うまいんだよなラーメンな外で食うと <laughs> いやうまいねいやでもねラ,ラーメンはやっぱりねこの多分その味の素みたいなうん いわゆるそのアミノ酸系化学調味料みたいなやつのうまさっていうのも結構割合として大きいなという気がしたので最近味の素を買いまして、うん、味の素を使って野菜炒め作ったりとかスープ作って豆腐そうめん入れたりとかすることによって、うん、なんかそのうまみ成分欲みたいなのをこう満足させるっていう技も最近ちょっと身につけたのでそれで結構満足しますね、うん、だからあのうまみってなんかさたくさん取ると飽きる感じあるじゃないですか 同じような味になっちゃうちょっと下が麻痺するような感じの感じみたいなねわかんなくもないですねその感じはあれを意図的に起こすもうだから人体ハックになってませんともう満足してもうもうそのボンドは消えちゃうんですよああもうこの味はいいやもういいやってなっちゃうんでお味の素もだちょっと塩分とまあカロリーも全然ゼロではないんですが まあでも全然まあたかが知れてるので、うん、最近はそういった、最終あれを舐めればどうにかなるとかいう日が来るんじゃないかなと思ってるんですけど。え。いやまあちょっと減量、まあ、でもまだとりあえずね、僕もまだあの、終わ減量終わってる認識は全くないです。あ、そうか、そうですね。すねはい、はい。永山さんもまあ、もうちょっと続けて、そうですね、対処法をちょっとね、落としつつ。うん コントロールしていきましょうか。うんまあ、そう、コントロールですね。だから、そのキープするっていうのもやっぱコントロールじゃないですか。うん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 。だからそこに向かってちょっと今、いろいろ、はい、研究しているところです、はい。やっていきましょう。はい。<laughs> あのー、週末、この週末にですね、うん、カーシェアの登録をして、車を借りて乗ってきましたよ。おお。ドライブ行ってきた。急に。はい。 ドラ,イブですあドライブっていうかね、あの、次男、高校生の次男の野球の試合がちょっと遠い球場であったんですよ。<ー>で、秋の大会、いわゆる新人戦みたいな、公式戦があると。で、一応その京都市内の同士の試合なのに、舞鶴で試合があったんですよね。ん舞鶴の球場で試合がった京,京都市内の,の市内学校同士の、はい。はい、試合なんだけども、<laughs> 会場は。<laughs> なんですよ <laughs> ああの公式の、ね、野球ってね、あの球場がまあまないんですよね。あ、そか、公式野球やる球場、限られちゃってるのか。そうそうそう。<ー>一応その、街中にも有名な球場あるんですけど、値段も高いし、人気なんでね、うん、抑えるのが難しいっていうので、うんうん、どうしてもその1回戦、2回戦はちょっと遠いところの球場になっちゃうんですけど、ズルでやるって言って、まあ、電車で行けなくもないけど、まあ、電車で行くよりかは車かなと思って。 でこの間、鹿児島に帰った時に向こうで結構運転をしたので、いけるかなと思って、えー、タイムズ・カーシェア登録して、うんえー、行ってきました。で、100往復で188キロって、あのタイムズ・カーシェアの最後の記録出たんで、でもそんなもんでいけるんだ片方。片道だから100キロ弱ぐらいですね、90キロぐらいか。か90キロちょっとか。ちょっとでも、でもちょうどいい距離感ですかね。 はい、でしかもね、ほぼね、高速乗ってる感じなんで、うんうん、なんだろう、車線変更的な、あの、街中の運転の難しさはないけど、うんうん、逆に、あの、鹿児島で、あの,の、高速にはまんのなかったんで、やっぱこうな、何十キロみたいな、80キロとか、90キロとか、ああ100キロとかね。そのスピードで合流するとか。そう,そうそうそう、そういうのか確かに、ね、時々とか、うんうん、あと、その、結構ね、道幅が、その高速、狭いんですよ、うんうん、車線が。そうですね、結構ね、狭いんかこう、ね やっぱり左側、助手席側のタイヤがの白いあの線に乗っちゃってあの車のナビゲーションでビッビッビビって言って、ちょっと左寄りすぎだよみたいなのがたまに注意されて、でも,うん、でもいや、右に寄るの怖くねみたいなさ、対向車走ってるし、<laughs> バーにぶつかりそうなんだけどな、みたいな、うん。ドキドキしながら走って行ってきたんですよね。これね、一応あのビンゴに乗ってた、あの今年やること、やりたいことビンゴのカーシア登録利用は、 濡れまし,たし、解除,し,解除し,しましたし、うん、ペーパードライバー講習、多分受けなくてもよくなったんですよね、これね。あ,あもういけそうな感じですか。もう結構、もう乗れる感じにはなってると思います。うんうん、まあ確かに、そんだけ乗ってればね、うんうん。で、その、行ったわけですよ、球場まで。 の、あのー、で試合ねその前日の夜に、もう,うちの子のチームは、まあえー、2年生が何人だっけ、えー、10人とか9人とかなのかな。だから一応、レギュラーというか、うん、スタメンで出れる、練習試合とか出てたんですよね、スタメンで。で、もらってきた背番号も7番っていうね、レフトの背番号なんで、うんはい、もうその頑張れよって感じで。 応援に行って、うんえー、であの、ついて保護者、他の保護者の方に、あこんにちは、みたいなどえ、どうやって来たんですかってって、いや、あのちょっとカーシェア借りて、ちょっと運転してみたいな、こう、会話をして、わきあいあいとしててですね、うんで、いよいよ試合が始まるぞってって、えー、スタメンを、一応、ちゃんとした球場なんで、ウグイスじというか、あのえウぐいすじょうって言っていい,こ言っていいのかな、あの女子生徒が、アナウンスが、なんとか高校の一番、なんとかこ,こ,んとかこう、みたいな、こう、ね、順番に読み上げていくんですけど、うん あ、なんか、うちの子の名前が全然呼ばれないんですよ。あれ、うん、<laughs> で最後、最後まで呼ばれ、えまさかのスタメン落ちみたいな、ここまで来て、まさか1年生にポジションを取られるかみたいな、ら、感じになりまして。そう,たそうなんですよ。レフトにはその1年生の子が入って、うん、で、試合が始まり、まあ、ね、途中でめっちゃ点差がついたら、 その代打とかさ、守備で入るかなと思ったんですけど、うん、試合がさ、またあのやっぱり公式戦だから締まってて、お互いにめちゃめちゃいいプレー、連発するんですよ、そのダブルプレーもあるし、牽制でアウトとかもあって、<ー>そので2、えー、2対2でその9回裏まで行っちゃって、もう、ひりひしたし、緊迫した感じですね。うん、感じでしょ、2対2じゃんみたいな、でもう10回からはタイブレークって言って、 ノーアウト、一、二塁からスタートするんですよね。点が入りやすいように。あ<ー>で、大体のチームは、えーまあ、そこで打ってくるチームもいますけど、大体はバントとかで、まずそのランナーを二塁三塁に進めると。るはいはい、ワンアウト、二塁三塁にすると、いろんな戦術が取れるんですよね。スクイーズもそうだし、まあ、その打ってくるもそうだし。で、ただね、その、9回が終わった、9回は終わって、よし、じゃあタイブレークだって入った、入るかなっていう時に、 8回ぐらいからちょっと雲行きが怪しくなってたんですよ、空の。天気。天気の。天気。まあ、その球場の上は別に晴れてるというか、ちょっと薄っすら曇りなんですけど、その山の向こう側が結構曇ってて、ずっとあの、ゴロ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 ってあの、雷の音がしてるんですよね。で、稲光がね、9回のその試合の、その9回の裏が終わる直前ぐらいにピカッ、1回光ったんですよ。 そしたらもうあの、稲光が出た時点でもね、野球はね、ちょっと一旦ちょっと様子を見るんですよね。危ないからいね。ああ、そっかそっか。で、審判の人がちょっとあの、雷があれなんで、ちょっと一時退避しますって言って、試合が中断しまして、うん、そっから一時間中断ですよ。一時間も結構。時間も。別に雨が降ってたりでもしなくて、<ー>空がずっとゴロゴロ、うっすらゴロゴロ言って、たまにピカって光る感じだったんですけど、<ー>一応、予報、雨雲レーダー見ると、 まあちょっと雲が流れていって、うん、もうその1時間も長くてさ、もういつ始まんのよみたいな感じになってて、もうちょっとだれちゃってね。うんうん、試合のほら緊迫感もなくなるじゃないですか。ちょっと緊張の糸も取り入れるでしょ。で、9回、その時間が経って審判が出てきて、で、1時間後に始めますって言って、試合が再開したんですよ。10回の表から。うん、で、10回の表はこのこっちのチームの攻撃から始まって、 どうだったかな、えー、うまいことバントを決めて、ランナーを二、三塁にして、ヒットが出たのかなで、1点取ったんですよね。おうおうで、えー、まあ、スリーアウトになっちゃって、一応こっちのチームが1点勝ってる状態で、その10回の裏に入ったんですよ。ここをこで守りきれば。守りれば勝ちっていうタイミングで、なんとこのタイミングでですね、うん、うちの子がレフトに入るんですよ。<laughs> おおすごい大、大バッテリーじゃないですか。これは何でかっていうと、えっ、ー、と、まあ、ピッチャー、センターを守ってた子がピッチャーに行ったんですよ。はいはいはい。で、レフトを守ってた子がセンターに入って、その空いたレフトに、その外野の選手であるうちの子が入ったんですよね。嫌、うん、な予感したんですよ。その野球ってねあの、変わったところにボールが飛んでいくっていうあことわざというか、あれがあって。 ちょっと嫌な予感すると思いながら頑張れよと思って応援してて、うん、最初のバッターはバントで送って来ようとして、ポーンってバントしたら、あの、ちょっとショートフライになっちゃってキャッチャーがパッと取って、アウトっつって<ー>ワ、ワンアウト。ワンアウト一、二塁になったみたいな。うんうん、ワンアウト一、二塁は結構有利な状況なんですよね。うんうん、この、その状況においては。そこでもうすでにアウト一個取ってるって言わね一個取ってるんでね、うんで。次のバッター。このバッターをね、アウトにしとけば全然話が違ったんだけど、 3ーボール2ストライクまで追い込んで、フォアボール出しちゃうんですね、ピッチャーが。で、ワンアウト満塁になっちゃうんですよ。こうなるとね、<ー>ちょっと厳しい逆に厳しくなって。これはどうなってくんだ。そして、ここに出てくるバッターが、その日一番打っている左バッターだったんですよ。ほら。相手チームの3番の子でね、ちょっと体も大きくて。この試合に2、3本ヒットってなるな。うん、で、ちょっとこう、思ったんですけど、左バッターだったんで。うん 左バッターの人って、こう思いっきり引っ張ると、ライトに上がるんですね。ライトの方に行くんですよね。まあ,まあ飛ばそうと思うと、だから右の方に飛んでいくっていうイメージね。ねうん、うちの子はレフトだったんで、逆の左側だったんで、うん、まあなんかこう打ち損じたやつを、その手前に、だいたいそういうケースでこう手前の方に落ちてくるみたいなこともあるので、かなと思って、まあそのバッターもスリーツーぐらいまで追い込んだのかな。うん、結構いい感じになっちゃうよツーボールツーストライクまでってなのか。うん で、そこからカキーンって打ったボールがなんとレフトに飛んでいくんですよね。レフトに行ったーと思って。お<う>で、まずね、まず外野に行った時点で、うん、もう、ま、満塁だから。そっかそっか。うタッチアップがあるんですよ。うん、タッチアップで1点取られちゃうのはま、しょうがないですよね。なんか、で、打球がね、結構手前に落ちるかと思ったら結構、 伸びたんですよね。うん、でうちの子が一歩前に出てからあっと思って下がっちゃったんですよね。でさわーって走ってってジャンプしたんだけどそのグローブの上を無情にもボーラスサーンって落ちていって、えー、ランナーが二人帰って終了みたいな。いやほんとねこのね運転して応援に行って。<laughs> <laughs> <laughs> スタメンじゃなくなななったなと思ってスタメンじゃなかったし最後うちの子の上を越えて試合が終わる、うん、まあでもしょうがないなと思いながらね、はい、もうまあね勝負っていうのはそういうもんですからねいやーなかなかね厳しい感じでしたけどね <laughs> <laughs> まあまあでもまあそんなそんな感じで運転ができたんでちょっとこう、うんうん、京都で車借りて運転するっていう実績が 一回できたから、まあ、この勘が鈍らないうちに、ちょっとちょくちょく運転はしたいなとは思ってはいるんですけどね。行、うん、きますか。遠方に。遠方じゃなくても別にいいですよ。近場でいいんですよ。近場の、京都の近場で。近場で。はい、将軍とか<然>夜の将軍とか行きますいやいやいや、夜の将軍塚に。いや、それ違うんですよ。その、 峠を攻めたいわけじゃない別に、あの、のんびり、のんびり行きたいから別に、あの、温泉とか行ってもいいですし、あの、温泉この間僕が行ったの、万博の温泉とかでも全然、あの、ああ、万博の温泉ね。いいですし、別にいいんですよ。いいすね、その、ね、滋賀、滋賀、滋賀の方までさ、車で行くとかでも全然、ね、滋賀。ね、うん。はい。あの、いいんですけど、まあちょっとこう、あとま、ね、子供の少年野球に車をね、使うとかでもいいんですけど、まあちょっとね、乗っていきたいなというふうに、思っておりますという。はい 感じですね。はい。<laughs> まあ、ちょっとなかなか大変でしたね。この週末ね。あ、帰りでも、なんか、慰めながら、みたいな感じですか、やっぱり。帰りはね、いや、もう、あの子供はもう別に、この、チームのバスで帰ってたけど、片付けするときは、ちょっとね、うん、下向いて、あまり目を合わせてくれませんでしたね。まあ、帰ってきて、ラーメン食いに行って、元気づけて、うん、まあ、まあ、しょうがないなと思いながらね。しょうがない、そればっかりは。うん、ね。はい。で、ちょっと話が。 変わるんですが、うん、最近「ん?」って思う瞬間結構あるなと思ってあの最近でもないのよねこれね別にあのちょっとこう日常の中で「ん?」って <laughs> 一瞬こう「んこれなんだ?」って思う瞬間をちょっといくつか集めてきたんでちょっと永山さんにその意見を伺いたいなと思ってますけど一つは「まあまあどまあ、そのん?」って思う瞬間どういう瞬間かっていうと例えば「うん?」 パン屋さん行くじゃないですか。うん、であのパン屋さんってこうパンがこう並んでて、トングでトレーに取って買うんですけど。あ,あはいはい。取るタイプのやつね。取るタイプのパン屋さん。はいうん、そのパン屋さんで、すべての商品がもうすでにビニール袋に入ってるケースあるでしょ。ああ、確かに。ありますね。最近、まあ、コロナ以降。コロナ一個やっぱりね、ま、そういう衛生管理の部分でね。コロナ前も多分あったと思うんですけど。そういう店もありましたね。うんあの まあコロナだからなんですけど、ね、個放送されてるやつはそのトングで撮ってるのは、これ、果たしてみたいな。ああ。確かにそのスーパーで別にね、あの山崎パンがたくさん並んでる、<う>コンビニのパンが並んでる状況とどう違うんだろうかっていう、ね。トングで撮らないでしょああいうのそですね。あそこは別にトングでわざわざ撮らないもんなっていう。<laughs> ちょっと、トングで撮るってやっぱ力加減も難しいしさ、なんか微妙に。あれ、なんか滑ったりしますよね、しかもね。ビニール微妙に。ああ、するする、つつるみたいな感じに。に こんな、なんだこれって思うんですよね。ああ、確かに。あまあ、こんな感じで。そういうことですね。こんな感じで。あと、最近、あの、オリンピックがあったと思うんですけど、長山さん、オリンピック見てました、うん、テレビで。た,た,またまに、ぐらい、たまに。でも、リアルタイムで見てなかったです。あ、そうですか。うん。僕は結構、リアルタイムで、あの、楽しみにして見てた方なんですけど、うん、例えば、柔道とかレスリングとかで、その、決勝でですよ、日本の選手が戦って、うん えー、か勝ったぞ。おすごい、金メダルだっつって、こう、わーってなってるときに、その画面上に、ニュース速報として、金メダルって出るじゃないですか。<laughs> 出ますね <laughs>。あれ、あれなんなんと思うんですよね。いや、今見てな <laughs> い。や、今やってんじゃん、みたいなさ。<laughs> ニュース速報って、誰が、どのレベルで出てんのとかさ、かね、誰が出すって決めてんのって、ちょっあ,あ,あの、ジャッジはね。ねえ。 たまに言われて人が亡くなっても出たり、その金メダルでも出たりとかするけど、よし、これはニュース速報っていうラインが多分あるのかな確かにそのね、その割り込んで大事な情報だから、通常の番組に割り込んでもお知らせする必要があるっていうジャッジがなされて、こう、表示されると、うん、っていう感じなはずなんだけど、そうそう。あ、だからあれか、うん、その、仕組み的に、 そのこのニュース速報は出さないっていうことが各局できないってことなのかなか多分その、そうです、多分ね、処理系統が違うんじゃないですか。つまり、うん、ニュース速報っていうのは、すべからく書く、すべこう出すぞって決める、そのなんか人がいて、うもうそういう期間があって、もうそいつが GO って言ったら、うん、もう出さないと決めないんですよ。全てのが局で出ると、うん。で、別にその人が、別にオリンピック見てるわけじゃないんですよ、その人は。<ー>もうすべてのニュースを見てるから。すべ<ー>てのニュースの中から、もう、ね、速報にするものを。 即ニュース、速報にしなきゃいけないんで、めっちゃいろんなニュース見てて、あ金メダル来たはいみたいな感じでや、<laughs> いけいけってやるんですよ。そうすると、ピロリンピロリンってなって出てくる。うん、でもその人、ほら、うん、オリンピック、悠長に見てる時間ないから。はいはいはい。だから別にね、うちの局で何を放送してるから、俺は別に知らないけども、今流すべきニュース速報だけ俺はジャッジしてます、みたいな。 そういう感じのですか,んかうん、なんかあれがなんか釈然としないんだよ。まあ、おり、金メダルもそうだし、なんかサッカーの試合とかで、ね、オリンピック、その、ワールドカップ出場とかさ。<laughs> ありますね。今見てた、うん、やんみたいな <laughs>、あるんですよね。っていうのとか。はいはいはい。あとあのー、なんかこう、チケットカウンターとか、うん、映画館のチケット発見とかに行くと、あのー、行列対策で、めっちゃこう、仕切りでさ、 両立を折りたためっていうか、なんかこう、脱走するように誘導されてるそうですよですか。3往復ぐらい、こう、なんかカウンターの前させられるゾーンがあるじゃないですか。ありますね。で、まあ、並んでるときは、まあ、しょうがないからそこに並ぶんですけど、もうさ、ガラス機のときでもさ、あの、あの往復をしなきゃいけないときあるでしょ。確かに。ありますね。あ俺何してんだろうな、みたいな。よくある、銀行とかもそうだし、水族館とか、映画館とか、 あそこ、僕はそこ、あそ確かに、あの、水族館かなんかで、うん、こうちょっと、ね、家族に遅れて行ったから急いで行こうと思って、あそこの中を小走りしてるときに、すげえ往復しながら小走りしてて、はいはい、確かに何やってんだろうと思いましたね。<laughs> まあ、あの、シンプルにこう、下くぶっていくとかさ、なんか、ね、<ー>ちょっとこうや、やりゃいいんだろうけど、なんか、でも、それくぶるとなんかちょっと、若干無法物感ありますよね。<laughs> そうそうそう。なんかちょっと、<laughs> で、なんか、無法者が出ちゃうじゃないですか。うん、なんか、あれ、<laughs> これ何してんだろうなって思うんですよね、あれね。確かに。なんかそう、そういう瞬間がないですかね、山さんは。うん、なんか、パッと思ったのは、あの、この間も本屋さんに行って、うん、袋、いますか有料の袋、人ですかみたいなことを聞かれて、で、袋を、あ、袋大丈夫ですって言ったら、僕かはつけますかって言われて、 でブックカバンは別になんか無料みたいな感じで、これは何なんだろうみたいな、その、だったら袋も無料にしてほしいなみたいなね、うん。紙袋の準備もあるみたいな感じだから、<laughs> か素材としては別になんか一緒じゃないですか、<laughs> ブックカバンも紙袋も、面積が違うとかね。とか、最近のなんかコンビニ、やたらなんかサービスが良くて、こうおしぼりつけてくれるんですよね。ああ、なんかちょっとこう、サンドイッチとか、おにぎりンとか。 簡単な食べ物をパンとか買うと、うんうん、お調理つけてくれるんですけども、でも袋は有料みたいな。感じ、わかる。で、なんか、むしろだって、ちょっと前まで別におしぼりなく、なか、なかったよねみたいな。<laughs> そ,ね、そんなおしぼりポンポン出てきたっけって思うんですよね。<laughs> はい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 。でも、なんか袋は、袋は有料。でも、袋はあのサービスが。あの、硬く,くなに有料だけど。そうそう だから他のサービスがだんだん充実してきてるみたいなとこがあったりとかして、それはなんかちょっと、はてって思いますよね。だったら別にいいみたいな気持ちにはなる。いや、とかかな。う,うん。はいはいいやそうそうそう。そういう感じですあれという感じなんか、うん,んって思う瞬間ですよね。うん、いや、そう、なんかそういう、 瞬間があったら皆さんちょっとあのまた教えてください。僕もちょっとこういう瞬間集めようと思ってね、なんか別にこれで一つでネタにしようとは思わないんですけど、うんっていう瞬間をね、ちょっとね、また皆さんの知りたいなと思って。でもなんかちょっと埋もれていそうですね、はい、こういうなんかね、なんかこういうのってこう、うんって思ってもちょっと流れていくじゃないですか、ね、日常の中で。まあ、即、そうですね、思ったら即メモしておい,じゃないっていただいて。<laughs> いや、でもトングの話とかはでも確かにね、<laughs> なんか様式みたいになってますもんね。 そうそう。あれ将来なんか、こんな、誰もな、な、なんでトングを使、使うのか全然誰もわかんないままなんか、あれ、あのトングだけが残ったりしてたら面白いですよね。10年後とかに。うん、<laughs> なんかね、<laughs> あの、あれだけが様式として残ってる。あとはそうそう。もう一個あったわ。これは男性しかわかんない話なんですけど、うん、えー、男性用のトイレに行ったときに、こう、おしっこをする方のトイレ、小便器ってあるじゃないですか。はいはい、ありますね。うん、で、まあ、女性はちょっとわかんない話かもしれませんが、小便器、 から離れておしっこをする人がいて、これ前も話したな、おじさん FM で。うん、あの、ちょっとこう、散らばるんですよね、その、おしっこが。うん、だから、えっ、ー、と、一歩前みたいな、張り紙がしてあったりするんですで、なるべく近づいて、便器に近づいてしてくださいねって言うんですけど、その一環で、その便器に的みたいなのが書いてあって、要はそ、なんかその的みたいな、その、なんていうか、その、絵が便器の中に書いてあると、 人間の習性として、そこにおしっこを狙って当てたくなるみたいなことだと思うんですよ。でも、その、たまにあるトイレは、その、近づくと的が見えなくなっちゃうんですよね。で <laughs>、はあ、だからその、的、的に当てたい人は、うううそう、ちょっと離れなきゃいけない。距離取らなきゃいけないみたいな。そうそう。<laughs> はてって思う時があって、これはむずいぞって思うんですよ。 的が書いてあることにより、ちょっとそれに当てたい人は、ちょっと離れちゃうよな、みたいな。なるほどね。でこの適正距離みたいなやつをね、別にあの学校で習うわけでもないですし、その便器との付き合い方ってやっぱ人それぞれだと思うんで。<laughs> <laughs> 便器との付き合い方あんま考えたことなかったな。なんかどのぐらいこう近づくかとかは、やっぱこう、ね、雰囲気でね、やってる部分はありますから。 いやそういう時に、あれって思ったり <laughs>。ちょっとまあ、ここ深掘りすんのかって感じであれですけども、はい。なんかでもさ、男性の小便器って、どういうことっていうぐらい、ビシャビシャになってた時ないですか <laughs> あの、床、床のとこでしょうん。わかる。なんか新幹線の駅とかなんかすごいたくさん並んでるから、なんか、飛沫とかじゃないレベルの、うん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 。なんか、ビシャビシャみたいなさない。そう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 。あるじゃないあるあるある。 もうそ,こにしそこにしてるでしょっていう。<laughs> あれど、どういうことなのあれあ。どういうことなんですかね出、出ちゃうんですかねそっちの方とかにね。わか謎ですよねあれね。あれ、どうなんだろうなんかドキュメント72時間とかでずっと見といてほしいですね。<laughs> そこの、どういう条件でそこにこう、ビシャビシャになっていくのかっていう。いや、実は感動の物語があるかもしれない。いや、本当ですよ。なんか、あそこ、なんかあの、よく、 ね、バスマットとかになるあの水をめっちゃ吸う石とかにしてほしいですよね。でも吸ってても嫌だな。そうか。吸ってても嫌なとか。吸って、吸ってしまうとそこに残そ<う>成分が残っちゃうのか。難しいな。うんこれは難しいですね。もう最高の男性用トイレをちょっと設計してほしいですね。そこね。ちょっとすみません。なんか汚い話てて。汚い話。すみません。申し訳ないです。はい。はい。えー、という、あっ。 そうそうそう。今週はもう一個、あのー、ちょっとコンテンツの話がありまして。えー、映画、ラストマイル、見てまいりました。なんか、結構僕の周り、ラストマイル見てきたっていう人が。あります。ポツポツいますけども。どうでした僕は見てませんが。すごい面白かったですね。あのー、う超ごくごく簡単にあらすじというか、そのストーリーラインを説明すると、すごい巨大 EC サイト、もうこれは完全に Amazon ですよ。映画の中では、Daily First っていう、 あの名前のサイト、サービスでしたけど、まあ、完全にもう、アマゾンさんをね、巨大 EC、えー、サイト。はい、<ー>サイト。で、日本に巨大倉庫があって、そこから発送してるっていうサービスの、えー、から、すごいこう、荷物が発送されるんですけど、ある時一1個の荷物を配達した先で、その荷物が爆発するんですね。うん、ドーンと、すごい派手に。で、その人が亡くなるわけなんですよ。うんで そこ,こから立て続けに何件かその爆発が発生していくと。で、どうやらそ,のそこから発送された荷物に爆弾が紛れ込,、ま、紛れ込んでいると。で、そのまあ、謎としてはその誰がやったのかもそうだし、どうやって爆弾を紛れ込ませたのかもそうだし、で、えー、一方で Amazon というか d a i l y f i r ストっていうえそのサイトの倉庫の責任者がいるんですよね。その人は配送を止めないみたいな。 どんなことがあっても配送止めないっていう風にがん<ー>頑張るほどいう話。のためにね。そうそうそう。で、まあその、その、どうなっていくのかっていうストーリーでして、まあ、これはあの、あれですよ。えー、TBS のドラマのアンナチュラルと MIU404 ですかね、えー、っていうドラマと同じ世界観の中で繰り広げられてるんで、そのドラマの登場人物も出るんですよね。うん、そのアンナチュラルは遺体のその、 検視というか、死因を調べる民間の業者なんですけど、が舞台のドラマなんですけど、その業者も出てくるし、うん、MIU はその初動捜査って言って、警察が捜査に入る前のその事件が起きた直後の捜査を行って、その後の捜査につなげていくっていう、その、起草って言われてる人たちのうん、うん、が出てきたりもして、これまでのその TBS の世界観をうまくつなげたドラマなんですけど、まあ、すごい、あのー、面白かったですし、 あの、私の大好物な下克上シーンもございましたし。およかったね。今回の下克上もよかったよ。今回の下克上もよかった。僕の好きなタイプの下克上でしたね。<ー>あの、はい。あの、踊る大捜査線とかに出てくるタイプの下克上でございましたけども。お <laughs> 会議室で会議室でみたいな感じで <laughs> まあえっとね、まあ、そ,そ,そこのそこの有名なやつじゃないんだけど同じようなシーンが、えーまあ、出てくるんですけどあ<ー>あの同じようなっていうのはそのね上の人に対してこう下がこうバーッて物申すみたいなしねしまシーンですけどね、はい、うんでも物流はやっぱ止められないんですかなんかそこはまず止めた方がいいんじゃないかっていう気持ちにやっぱり素人考えたとなっちゃうんですけど室井さん物流止められません <laughs> <laughs> ね、やっぱ止められないん。ういや、今、そういうパスでしたもんね、しょうがない、これは。止められない。止めら,ない止めらんと、これがね、いや、これがね、難しいと、いや、僕はだから、恐ろしいなと思って、やっぱドラマの,その映画の感想として思ったのが、うん、なんていうのかなその、恐ろしいですよ、人間と,とは。例えばですよ、その爆弾が入ってるかもしれない。うん っていう状況の中で、人命ってあるじゃないですか。うんはい、で、一方で、その、サイトとしての売り上げもあるんですよね。うんうん、で、例えばこう、稼働率が10%落ちると1億円の損失になるみたいな、100%だとだ10億円損失、1日損失しますみたいな世界観で、この、たまたまその、たまたまじゃないですその事件が起こったのがブラックフライデーなんですよね。ブラックフライデーっていうのは、そのセールが行われて。 売上逆に言うと、上げなきゃいけないですよね、その業者としては、はいはい、責任者としては。そのブラックフライデーのセールに合わせてみんな買ってるわけだし、うん、で、まあ、よく会社にある、その、なんですか、ミッションというか、行動指針みたいなものが10個ぐらいこう書いてあるんですけど、うん、顧客のためにみたいなのが書いてあるんだけど、なんかそ、それをこう縦にして、こう人間の判断が、ちょっと冷静に見るとえ、ちょっとその判断おかしくないっていうのに、こう、 進んでいくみたいな。ああ。なるほどね。のが、ちょっと怖えなと思った。集団心理じゃないけど、まあそういう感じのね、組織の。思った。うん。理論みたいなね。思ったし、その、なんか起きた時の、その判断の責任がやっぱ一人の人にかかってるみたいなさ、責任者っていう名のもとに<ー>、どうすんだっつってさ、会社からこう、こう追及されたりして、別にその、その人が別に爆弾をどうこうできるわけじゃないわけだし、うん なんかあった時にはそので責任を取るっつったって別にその腹切るわけじゃないじゃないですか、その、ね。うんうん、人の命は別にその交換して戻ってくるわけでもないわけだし、でねうん、って中で、なんちょっとこうこ、うん、なんかその、いわゆる行動指針っていうみたいなものに、すごくこう、ね、引っ張られていく。特に大企業とか大きな力のもとに引っ張られていく怖さというか、うん、なんかその主人公の人に、その、 三島ひかりさんが演じるその主人公そのショ、センターの責任者がいるんですけど、うんうん、その人の、えー、言動とかに、いや、ちょっとそうおかしいだろうって感情移入できないなってシーンが何回かあるんですよね。そうだそうだっていうシーンもあれば、なんかちょっと、え、なんかおかしくないっていうシーンもあるんだけど、うん、いやじゃあ自分が実際その立場になった時に、その本当にそのおかしくないっていうふうに思った自分の行動に素直にできるかっていうと、確かに いや、こ,ね、これ確かにこ、こうん、うん。わかんない。だって、そのね、売上10億、人が死にました。爆弾で死にましたって言っても、その、まあ一応その爆弾の数みたいなのが出,出てくるんですけど、うん、その、日本で核爆発が起きますって話ではないわけですから、亡くなってる人の数とかさ、で自分の知らない人が命が亡くなります。っていうのと、うん、会社の売上が、 えー、亡くなって自分がその失脚するかもしれないとか、なんかその責任を取らされるかもしれないっていうのの天秤にかけるときのおばあさんみたいなね、うん、なんかそういうのを感じましたけどね。どうん。まあなかなか、やっぱ野木先生はさすがにお上手だなと思いましたね。脚本の作り方というかね、うんうん、話の作り方が。うん。で、ただ心配だったのが、あの、結構高齢な方も見に来てたんですよ。 僕の行っ,った会話。<ー>年齢と高めの方もいらっしゃったんですけど、結構ね、そのトリックというか、そのどうやって爆弾を中に紛れ込ませたのかみたいなところ、うん、そのショッピング線、配送の荷物の中に、まあ、要はその倉庫の中の荷物って結構厳重に管理されてて、荷物を詰める人たちも結構その身体検査もするし、変なものは持ち込めないし、うん、っていう中でどうやってやったのかっていうトリックは、いわゆるその Amazon とかの仕組みを知ってると、 ああって感じなんですけど。一応その説明はあるんだけど、これ、ほん、わかんのかなみたいな <laughs>。大丈夫かなってちょっと、かなりまあ丁寧に説明はしてましたが、うんうん、ちょっとね、あの、心配にはなりましたけども。はい。なかなか面白い映画ではありましたかね。面白いですね。はい。という感じで、えー、ですので、皆様ぜひともちょっと映画ラストマイルを見に行っていただければと。はい はい思い思ますそのどどドラマを見た方が楽しめる、やっぱり。どうかな別にドラマ見てなくても楽しめると思いますよ。あもう単独の作品としてもはい、うん、別に、はいうん、そういうなんか係、その警察、起訴の係としてできてるから、別にドラマの,その前振りとかが、知ってればより楽しめますけど、別に知らないからといって楽しめなことは全然ないですね。うんうん、あ別に見な,見,てあの見なくても別にいいと思います。うんはい ぜひぜひ見てみてください。はい。最後にお便りだけ紹介させていただいてもいいでしょうか。はい。はい。はい、しましょう。熊尾パパさんからお便りです。<お>はい。クレさん、長山さん、えー。おはこんばんちは。エピソード307の中でもお話がありましたが、朝夕の空気に秋の部屋が感じられるようになりましたが、 えー、関東は連夜の大エレクトリックパレードが続いて、えー、激しい雷鳴と USJ の水かけ祭りのような激しいゲリア豪雨が続いて、夕方になるとワクワクしている記憶のボです。<laughs> わ、クわクしてる。<laughs> 若い仲間をさ今回のお話の中で、天下のおっさん FM とは思えない失態を目の当たりにして、えー、大阪変愛者として一言申し上げたくお便りしました。えー、夢数枚数。どこやねん、それ。<laughs> えー、夢数は夢島。 まあ椅子は舞島やんか。舐めとったらがんでと <laughs> のことでね。ほんならこれ読めまっかーつって、この、あの、大阪と京都の難読地の文字がここ書いてあるんですけど、こ,ね、こんなラジオの、ポットキャストで紹介できないさその漢字をさ。漢字なかなか紹介できないですけどね。まあでも難しいのね、ありますよね、大阪も今日。まあ各地いろいろありますけどね。はい、中山さん、わかりました、大体。いや、僕は今半分ぐらいかな。あの、 最初にこうえっ、ー、と芝にまって書いて国島って読む、うんうん、僕でもこれ国島って読んじゃうことが結構あるんですけども島じゃなくて島って読むそう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 いう間違いはしちゃうけど一応なんかこうそのまま芝島って呼ぶわけじゃないっていうのは知ってるとか門マとかも門ドマインターチェンジがあるからよく耳にしてるから知ってるとかはい、はい、あと花帝もなんかなんかの 番組で見て花店はね、僕はね、あのー、大学生の頃に大阪に住んでた頃に、えー、サンテレビって大阪のローカル局の、えー、週末の深夜番組のちょっとエッチな番組があったんですよねうん、うん。それのスポンサーが花店中古車センターっていう中古車センターで <laughs>、<laughs> <laughs> それで覚えましたね。なるほど。あ、はい、それで皆さんを覚えるって感じですね。京都のねか、京都どうですか、この。京都は、 京都はほとんど分かんなかったな。片平の辻らかから片びらの辻は知ってた。なぜだろう。うん、あの、乱年が通るからですかね。あ、そっかそっか。片平の辻は知ってたけど、うん、例えばこの、不明門。不明門と書いて、開けず通りとか。開けず通りね。ねえ。お化けの化けに野原の野に町と書いて、私の町。これわからない。うん、てかそもそもさ、その、ハ、ね、テナのオフィスがある、その、烏丸お池もさ、うん、僕と東京から来た時にさ、 普通にその、まず、その、カラス、カラス丸だと思ったし、お池もさ、オン池みたいな感じでいたから、かカラス丸オン池みたいな感じになるのかなと思ったら、カラスマお池みたいな感じで、ちょっと読み方違うなとかって、思っびっくりしたっていうのもあったので。そうですね、カラスマ通り、うん、カラス丸じゃなくてカラスマっていうね。うん、確かに。いや、難しいですよ、読み方ね。だから別にその、夢す、夢す、夢す、舞すで、さ、そんなに怒られなく、怒られなくてもいいじゃんみたいな。夢島、舞島、ねえ、<laughs> いいじゃないですか。うん、平方かた、ひ <laughs> の平方も難しいですよね。難しい。舞い方って書いて、平方って読むとかね。うん、難しい、難しいんですよね。えー、関西は歴史とともに生活の中に組み込まれた時間が長いせいか、本当に難読な地名が多く、耳からの情報では全く字面が想像できひんどすな。 えー、阪急全駅、大阪メトロ全駅、大阪シティバス全駅を身をもって体験してつくづく感じましたが、おかげ地名とグルメの貴重な地域を得ることができました。季節の変わり目お二人ともご自愛くださいということで。はい。まあ、とりあえず熊尾パパが台風になったら川の水位を見に行くタイプの人なんじゃないかって、ちょっと <laughs>、そんなことないかね。ちょっとワクワクするって言らいですかね。ゲビでね、テね。天井も上がりますよっていう感じのね。ワクワク えー、おたりありがとうございます。や難しいんで、まあ、北海道とか沖縄とかもまた難しいしね。いろいろありますよね。沖縄人名とかも難しい、ね。人名か、人名も難しい。うん、人名難しいですからね。はい。またこれはまたちょっとどっかでネタにしましょうか。ね、これまでの。そもそもクリスもね、何ですかって。あの、読めない人もいますからね。あ、そこそこ、確かに。うん。いますから。日本難しいね、はい。難しいということで。うん、はい。皆さん頑張って漢字を覚えていきましょう。はい。はい はい、えー。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リストの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。